こんにちは。こちらはですね、ポッテリーです。この花瓶に入った、ベースランプですね。まあ、一通りこれは、成分を置いてですね、添加を今、まあ、テストを兼ねてですね、してる最中です。まあ、これはですね、ジェネレーターはですね、既存のですね、これをジェネレーターですね、これをまあクリーニングしまして、まあ再整理をしています。ジェネレーターの方はですね、まあ消耗品ですので、明かりがですね、暗くなってきたりとか、不安定になってきたりとかですね、まあいろんな症状ですね、マントルが、このようにですね、きれいにこう明かりが灯らないとかなった場合はですね、まあ交換器なんですが、ですね、中にはですね、その交換したくてもですね、それに適合する、まあ、ジェネレーターが今はもう手に入らないとか、まあいろんな状況があると思うんですが、まあですね、それなりに皆さんご存知かと思いますが、まあ方法によってはですね、まあ、十分にまた再生させることというのが、意外とできます。それでですね、まあこれはですね、それほど大きなトラブルがあったわけではないんですが、ですね、一通りまたクリーニングしてですね、こういったような古いジェネレーターをですね、使って火をこう最初にまた久しぶりに灯した場合ですね、どうしてもですね、最初はですね、ぎこちない明かりが安定がしてこないような形っていうのがたびたびあります。その場合はですね、まあ、こういったようなクリーニングニードルなるものであれば、くるくるとこう回転させてあげたりとかですね、あとはここのバルブですね、バルブを少しこう開けたり閉じたり何回かこうしたりとかですね、この燃料に流動性を持たせてあげてですね、まあジェネレーターをですね、少しまあ活気つけてあげる感じですね。するとですね、大体はよほどですね、悪い状態でない限りはですね、まあしばらくちょっとこう不安定な状況が続いてもですね、まあ、大体このような感じでしばらくすると、まあ、安定してくることはよくあります。これもですね、今点火して、まあ、多分これ10分ぐらいなんですが、最初の 2,3 分はですね、一方のマントルがですね、まあ、不完全燃焼でですね、一部黒くなって、完全空気不足ですね、典型的な空気不足の、まあ、混合火の悪い時に起きる症状が出てましたけれども、まあ、先ほどですね、説明したような方法等を使ってですね、まあ、方法というほどでもないんですが、まあ、このようにですね、安定した光になっています。ちょっと前まではですね、その安定する前はですね、少し炎も立つような感じで、余分なですね、燃料が流出しすぎているような感じもありましたが、これは今、完全にですね、安定してますね。音も非常にいいです。あとはテスト点火の時ですね、一応ですね、このバルブのとこですね、それからこのジェネレーターのですね、六角のネジですね、そしてここのクリーニングニードルのあたりの、ここのニードルの根元ですね、などからの一応、まあ、燃料漏れを確認するのが大切です。このバルブを締めつけるときのですね、仮にまあちょっと燃料漏れがあってですね、締めつけるときのコツですけれども、まあ、基本的には時計回りで締めると締まるんですが、ですね、いきなしですね、例えば、閉じた状態でですね、締めるのではなくて、理想はですね、
締める分、時計回りでこのナットをですね、まあ締めたい場合はですね、このバルブの方ですね、締めたい分、左回しに緩めてあげます。そして緩めた分、例えばこれが4分の145度であれば、45度左にバルブを緩めて、そして締め付けると。そんな感じでですね、まあ、せっかくでもっと2ミリ3ミリの、間隔でちょっとこうやっていった方がいいですね。そしてまあ、バルブがですね、まあ、硬すぎず、柔らかすぎず、なおかつ、ここからですね、まあ、燃料等が漏れないのを確認してですね、まあ、回りやすい感じですよね。まあ、あまりきつく締めすぎてもですね、こう、バルブを回すのに大変ですので、そのあたりはですね、まあ、少しずつ調整という形ですね。であとはですね、ここのジャムナットの部分ですけれども、まあ、ここはこう常にこういう回ってくるような場所ですので、ここのですね、ジャムナットの締め付けが弱いとですね、こう例えば締め、回してるたりしているときにですね、一緒にこう、緩んでしまったりするような場合も、まあ、あったりします。その時はですね、先ほど説明した方法で、またこのナットの部分をですね、締め付けて、その空気の、燃料漏れですね、の調整をしてあげるといいと思います。あとは根本的にですね、グラファイトパッキンがですね、もうなくなったりとかですね、硬くなってバリバリになってしまったりとかですね、なった場合ですね、交換しなければならないんですが、グラファイトパッキンもですね、このぐらいの時代のものはですね、どっちかというと、縄状のそのパッキンですかね。わかりやすく言うと、ですね、綿のちょっと太めの紐にですね、グラファイトが、練り込んであって、それをこういうふうに、ですね、トグロ状に巻いてあるような感じですね。ですのでですね、このような場合はですね、それをまあ、取り外して、今風な固まったグラファイトパッキンも入れるものはいいんですが、まあ、そのあたりはですね、まだ再生できるようであれば、まあ、取らずにしてですね、どちらかというと、パッキンはですね、補充して、する感じですね。いくつか